東京ホテルビジネス専門学校は東京都豊島区南池袋1の13の13にあった専修学校。学校の略称は THC。ホテル、ブライダル、レストランバー業界への就職を希望する社会人や大学、短大の卒業者、在学者、及び高等学校卒業者を対象に実習主体の専門教育を行うホテルに特化した短化校であった。 学校法人食料学院の学院改革の統合構想の一環として、平成26年3月末日で並行した。観光立国日本を担う人材を養成するため、昼間2年生の総合サービスビジネス科が設置され、ホテルレストランコース、ブライダルプロデュースコースが開設されている。また、平成25年4月から、昼間1年生の総合サービスビジネス科。 ホテルレストランバーブライダル就職コースが設置される。すべてのコースは実習授業が60%で、調理、レストランサービスが必修科目となっている。1年間で就職を目指すことを主眼にしているため、業界、企業研究、就職支援の就職対策関連の授業が毎日開講されている。また、入学者に対し、 プレカレッジ制度を設け入学前からの就職支援活動を行っている。卒業後は外資系ホテルを中心に結婚式場、ドレスショップ、レストランをはじめアパレル、ジュエリーショップ等ホテル業界のみならず広くサービス業界に進んでいる。平成25年4月より学科の新設が行われ以下のような変更される。社団法人日本。 ホテルレストランサービス技能協会主催のアワーズサービスコンテストにおいてカレッジ部門金賞を受賞し同コンクール史上初の2冠を達成している。ありがとうございます。